第71回毎日映画コンクールは毎日新聞社やスポーツ日本新聞社が主催する賞であり2016年の映画を対象とし2017年2月15日に神奈川県川崎市のミューザー川崎シンフォニーホールで受賞式が行われた。シンゴジラが日本映画大賞女優女演賞を含む参冠を獲得しこの世界の片隅にも同じく 大藤信夫賞、日本映画優秀賞、音楽賞の3冠を獲得した。外国映画ベストワン賞には、ハドソン側の奇跡が選出された。女優主演賞を受賞した、筒井真理子男優女演賞を受賞した、香川照之女優女演賞を受賞した、市川美加子アニメーション映画賞を受賞した、新海誠第71回毎日映画コンクールの、 候補は2016年12月16日に発表された。作品部門と俳優、スタッフ部門は映画評論から約70人の投票で一時選考し、得票上位が二次選考に進んだ。アニメーション、ドキュメンタリー部門は作品を公募し、討議による一次選考で二次選考候補作を選出した。二次選考はいずれも討議で決定するが、 外国映画ベストワン賞は一時選考委員による再投票で決定する。受賞者は各項目最上段に太字でダブルダガー付きのものである。また、日本映画優秀賞と大藤信夫賞には太字でダガーを付けている。アイラフユジ、秋元哲二、秋山登る、明智恵子、石坂健次。 石飛特樹、磯貝正人、稲垣と豊、宇田川幸宏、宇津美洋子、浦崎志美のる、襟川黒、大高高優、大竹洋子、岡田秀則、小形敏郎、岡本浩二、奥村健、鬼塚大輔小野光生、小野民紀、尾田康子、角田久と、柏原幹治、金沢誠、川口厚子、木更木直、北川玲子、北小志高志。 木又君彦、金原ゆか、黒田邦夫、桑名忠幸、小賀茂木、小菅昭彦,彦,彦,彦、小西人志、小藤立恵子、斎藤厚子、佐藤正明、塩田慈敏、鈴木元、関口優子、高橋里治、立花玉木、立田厚子、田中千世子、谷川賢治、出口武と、土屋義夫、寺脇危轟とときを、御釈川陽吉、お山晴美、 西脇秀夫、年の島孝一、年の村正明、萩尾瞳、馬場宏信、春岡雄二、樋口直文、平山真子、福永誠二、細谷美香、松島敏之、松本隆三戸真由美、宮沢誠一、宮田武雄、ミルクマンサイト、村川武子、村山京一郎、森直人、森下明、八田部彦、彦、八木下木一郎、八根沙太夫、 渡辺翔子、渡辺博、渡辺みのる、勝田ともみ、木村光則、鈴木隆史。作品部門一応5名、俳優部門一応7名、スタッフ部門一応11名、ドキュメンタリー部門イコール一時選考委員一応5名、アニメーション部門イコール一時選考委員一応5名。ありがとうございます。